浦和レッズの大森選手です。お疲れ様でした。今の宮崎戦振り返って一言お願いします。昨日の試合では1失点してしまったんですけど、今日の試合は無失点で終われて、かつ得点もたくさん取れたので良かったと思います。次が JFA アカデミーとの対戦になります。意気込みをお聞かせください。はい、次の試合もチーム一丸となって戦って絶対に勝ちます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。